今日はね、こんなのを買ってきました。じゃじゃーん。魔法の石の伝説発掘。何それ？何それでしょ？砂の中から9種類のうち1つ出てくるよ。だって、アメジスト、カーネリアン、ソーダライト、タイガーアイ、ニュージェイド、ヘマタイドっていうのが出てくるんだけど、そのうちの9種類ってまだこっちにもあって、光の魔法石、クリスタル、ローズクォーツっていうやつと、伝説の聖なる剣を探し出せ、だってスペシャルでこの伝説の聖なる剣が出てくるかもしれないんだって。伝説の？そう。マジ？でもさ、いいでしょ？アメジストってさ、マインクラフトにもあるからさ。掘り出し方っていうのがあって、ヘラを使って砂の中から宝物を見つけ出すんだってよ。傷つけないようにそーっとそーっと掘っていくの。そうそうそう、宝探しだって。でね、今回は何個くらい買ったんだっけ？1個買ってきましたよ。1人2つずつぐらいかな。早速選んで、じゃあ準備していくよ。ではでは、じゃあやっていきましょうかね。何やるかな。出てきた。こんなに奥にハマってんの？
か似てる、ほら。はい、白くんも出てきたね。はい。誰かのはどう？あ、出てきた。ルーが出てきた。ローズコース。サラくんね。うん、サラくんね。頑張れ。そう、ローズコースが出てきたね。はい、ローズ。お、出てきた。あ、出てきた？なんだ？剣？なんだこれは。え、なんか端っこの方にないそれ。あ、そっか。ライが周りから削ってたからじゃない？さあ、何が出てくるでしょうか。剣ではないね、必ず。アメジストっぽいぞ、これは。さあ、頑張れ。ほら、なんかすごい使ったよ。見せて。いや、何で勝手に勝手に勝手に。お、取れた。取れた？はい、スミレが出たのは、アメジスト。はい、2個目。はい、どうぞ。ねえ、剣出てほしいよね。さあさあ、何かな。あっ！あーって、まだ開けたばっかりじゃん。ひゃーって開けたばっかりじゃん。もう見えた。もう見えた、嘘。早っ。あーや、はい、できた。紫じゃないもん、これ。え、紫じゃなかった？見つけたもの。ローズクォーツだね、これね。はい、2個目。あー、何？ほら、あー、やばいかもしれません。硬い、硬い、硬い。ママも持ってくよ。あ、クリスタル。ママ、クリスタルが出ました。剣が出ないな、剣が。ねえ、剣が出ないね。剣出ない。じゃあママ2個目行こうかな。剣が高かった。なんか見える？取れた。さあ、何だった？あ、緑見えてくる。おー、黒。黒？出てきたね。何この茶色いの。茶色いのって何？茶色ないよね。あ、カーネリアンじゃない？もしかして。カーネリアン何それ？これ石に埋まってるから茶色く見えるけど、取ったらこの緑じゃなくてこのオレンジっぽくなるんじゃない？まず4個目で、ね、お、なんか見えてきたぞ。見えてきた？見えてきた？ゴキブリの色みたい。ゴキブリの色。リルちゃん真っ黒ね。もしかしたらこれはデマサイとかソーダライトとか。早く見て。早く見たいね。あ、ゴキブリ好き。ゴキブリ、ゴキブリ好きだよ。ゴキブリ好きだよ。やっぱりスミレが出たやつはカーネリアが出ました。 あとフーガだけだよ。あ、イタラ君もらってたよ。ソラくんが出たのはソーダライトだ。ソーダライト。ママ、うん、あのね、なんかね、こうやって残ってたらね、なんかラナージね、どこがいたんだろうって思ってた。取れてた。あー、緑が3つだね、フーガ。うわー、砂取れた。じゃあ俺がまた砂を。リーちゃん取れたけど、なんだこれ。黒なんだけど、書いてない。リーちゃんが出たのはこれソーダライトかな、これは。じゃあ一回ここ綺麗にするよ。出たのはこんな感じ。クリスタル、ソーダライト、カーネリアム、うん、アメジスト、うん、ニュージェイド。ニュージェイドだね。これがローズクォーツで、ニュージェイドが2つに、ソーダライト、ローズクォーツ、最後にカーネリアン。カーネリアン。剣は出ませんでしたから、まあ大体の石は出たね。でも、タイガーアイとヘマサイトが出てなかった。今日はね、お休みだったから、遊び感覚でやってみました。皆さん、この宝石は右か左にどっちかに隠すので当ててみてください。コメント欄で教えてね。こちら、デデン、どっちでしょう？どっちでしょう？正解は、正解は、おまえちゃん正解はこっちでした。左でした。こっちでした。左でした。バイバーイ。皆さんわかったかな？皆さんわかったかな？